目、3列目の方が力を止めてですね、一気にスタートしていいポジションにつく、1コーナーでいいポジションにつけるという場合が多いですね。はい、上位1位2位がトヨタ勢ですね。現在そうですね。はい、ドーム38番のドームですね。その後ろが中島選手の36番のトムさん86シーですね。はい、ポールポジションの蓮見選手和田組の足がちょっと遅れちゃったみたいですね。はい、そうですね。その後ろが、日蘭の日産、そしてパーソンズの日産ですね。はい、あ、27番のロングエーポジションもいい位置につけてますね。はい、そしてカーナンバー1高橋組のポルシェは今7番手ぐらいですかね。そうですね。なかなかこの両高橋組のポルシェというのは怖い存在ですね。そうですね。現時点ではその中段ですか、トップグループの中段みたいなところにいますけれども、はい、必ずや上位に上がってくると思われますね。ペースで、今周回を行っていると思うんですけれども、はい、これがあまりにもこの順位争いばっかりにですね、注意を引かれてしまって、燃費のことを忘れてしまうと後半に燃費が苦しくなるということもあるので、はい、難しいところだと思いますけれども、これは500キロ走るためには燃料は規制されているわけですよね。そうですね。トップグループのこの C1 というクラスはですね、はい、275リッターのガソリンしか使えないわけですね。はい、その中でペース配分をしなきゃなりませんね。ペースでラップを重ねていますが、今のところ順位に変動はないようです。1位にワコールトヨタドーム 86C、 そして2番手にはトヨタトムス 86C 中島悟選手。中島選手はこれが日本で最後のレースになるわけですか。そうですね。皆さんもご存知のように来年からはロータスチームの一員として F1 に参加するわけですね。はい、ですから事実上国内での来年のレースはできないということですから、これが中島選手のドライブの見納めという形になると思います。ぜひトップでゴールもらいたいですね。レース前ですね、はい、結構入れ込んで頑張るというようなことも言ってましたんで、はい、期待できると思います。ね、現在2番手を走っていますトヨタトムス 86C 中島悟選手、そして3番手には、いつも中島選手といいバトルを演じています日産 R86V 日蘭の星野和之選手がつけていますね。星野選手も確かコースレコードですよね、14秒台。そうですね。星野選手はですね、一発の速さ、アピールする速さということで、常にポールポジションを狙っているわけですが、はい、2番手になったわけですけども、このレース序盤の走りも光ってますね。星野選手、かなり攻撃的なコーナーの攻め方とかしますよね。そうですね。観戦している方でも明らかにこの星野選手の豪快な走りというのを楽しんでいけるといただけると思うんですよね。はい、依然としてワコールトヨタドーム 86C、 ドライバーは AL です。もうかなりラップ遅れの車が出始めてますね。そうですね。3周目あたりからもうラップ遅れの車が出てきて、はい、出てると思いますね。さあトップグループの各社最終コーナーをクリアしていきます。中島選手がトップを捉えましたね、高橋さん。やはりドームのですね、はい、マシンが周回遅れの車を抜くときにちょっと若干躊躇したんですね。そうですね。そこの隙を捉えて中島選手が一気にトップに出たという形だと思います。はい、これでトヨタトムス 86C カーナンバー36中島悟選手がトップに立ちました。レース序盤から早くもトップ争いの激しいバトルです。現在周回数は10ラップ、順位はカーナンバー36トムス 86C がトップ、2番手にはカーナンバー23日産 R86V 日蘭、そして3番手にはカーナンバー27クロームエーポルシェ、そして4番手にはカーナンバー7のトラストポルシェと続いています。日本のモータースポーツのメッカであるここ富士スピードウェイは東京オリンピックの翌年1965年12月に誕生した。1周4000メートルを超えるコース、10万人を収容しうるスタンドなど様々な条件が考慮され、
さらに首都圏から100キロ以内の場所が求められ、富士スピードウェイは生まれた。それではこのスピードコースを車載カメラを積んだ車で走りながらご紹介しよう。ご案内はこの2人。私はミスロータリーの渡辺由紀と申します。今日はこのコースを寺田選手のサバンナ RX7 で紹介していただきたいと思います。寺田さん、お願いいたします。はい、それじゃ行ってみましょう。はい、コーナーね。はい。で、われわれの車ってここ273キロぐらい出てるわけ。え、で、そこで5速からここまでで、要するに2速まで落とすわけね。はい、すごい。で、これから 100R に向かっていく大きな左コーナーね。で、ここは4速で全開で走るからね。これは 100R ね。ここはもう3速で全開走るところ。で、これからヘアピン。これはグランドスタンドから見えるでしょ、ここが。はい。で、これから300Rね、大きな 300R 超えて、それからニューコーナーに入っていくわけ。ブレーキングが難しい。これがニューコーナーね。試験とかするところですね。そうそう。でも実際だともっともっとスピードが出てるんでしょ。出てるよ。で、これから最終コーナーね。で、最終コーナー上りだから向こうのクリップが非常に見にくいわけよね。で、ここでクリップを取って、アウト、ネップアウトまで払ってくる。こういうふうにね。でもここはもう直線で、ただここではピットサインは見なくちゃいけないからね。高橋さん、本当にこの富士スピードウェイ、日本のモータースポーツにいろいろと貢献してきましたね。そうですね、国内のみならず海外にも、有名な富士スピードウェイですね。大変富士山が綺麗なコースですけれども、さてレースの方は中島選手がかなりいいところまで行っていたんですが、これは16周目、1コーナーを回って少ししたところですが、かなりペースダウンしてますね。あ、何かトラブルですね。完全なトラブルですね。ペースダウンしてます。あっと、あ、コースアウトしますね。そうですね。いや、本当にあの2位以下をじりじりと離して、本当に独走態勢を固めていた中島選手だけに本当残念ですね。全くあれですね、ハプニングですね。予想外の展開となりましたが、ここでトップに立ったのはカーナンバー23、日産の星野選手のドライブするミチラの日産 R86V です。そうですね。そして、2番手には中島選手、あ、やはり降りてしまいましたね。ああ、これでも痛いですね。中島選手、本当に、国内最後のレースでしたが、惜しくも16周目でリタイアとなってしまいました。あの、先ほど中島選手とトップ争いしていた38番のドームなんですけども、はい、そちらもですね、なんか電気系のトラブルで、ね、ちょっと順位を落としてしまいましたね。はい、ですからトップのトヨタ2台があの順位を下げる、1台はリタイアという形になってしまいましたね。まだ序盤ですけれども、やはりこのハイペースというのはかなりそのマシンに負担がかかっているということですかね。そうですよね。先ほどの絵を見てまして、1コーナー立ち上がった時に何か駆動系にでも何かトラブルがあったんでしょうか。はい、それで36番のトム君のリタイアという形になっちゃったんじゃないでしょうかね。はい、現在の順位は、トップがカーナンバー23の星野選手、そして2番手にはトラストポルシェ、そして3番手にはいよいよ上がってきていますね、カナンバー1の高橋のポルシェ962C が上がってきています。あの、先ほどまで星野選手の後ろにつけた27番のフロエムエポルシェなんですけども、はい、
何か100あるとヘアピンでですか、失礼、試験でですか、スピンを起こしてしまいましてね、今は4番手アドバンの後ろについてしまいましたね、はい。しかし星野選手かなりいいペースで飛ばしているようですね。そうですね、まあ、先ほども言いましたけれども燃費のことなんか今後考えなきゃならないでしょうから、はい、だんだんとペースをキープしていかなきゃならないと思いますね。そしてこの2位3位のポルシェ勢同士の争い、やはりポルシェ同士の戦いというのは豪快な見応えのあるレースですね。スプリントレース並みの戦いですよね。そうですね、高橋さん、この全日本耐久選手権シリーズは、この6戦目が最終戦となるわけですけれども、ちょっとその前の5戦までを振り返ってみたいんですが、4月の第1戦鈴鹿500キロを制したのはアドバンアルファ 962C、 そして5月の第2戦富士1000キロも同じくアドバンアルファ 962C、 そして7月の第3戦富士500マイルは、トラストポルシェ、8月の第4戦鈴鹿1000キロはフロムエーポルシェ、そして10月の第5戦、これは、世界選手権シリーズの最終戦ともなっていますウェックジャパンでしたが、優勝したのはヨーストレーシングのヨーストポルシェでしたが、国内最高位が、トラストポルシェということで、いずれもまあポルシェが勝っているということなんですが、ここで今2位3位を争っているポルシェ同士というのはポイントでもかなり近いところに行っているわけですね。そうですね、トップはアドバンアルファですね、はい、それをトラストチームが追うという形だと思いますね。まあ、1位は今カーナンバー23の星野選手が走っているわけですけども、ですけれどもぜひとも一矢を報いてほしいという気がするんですがね。そうですね、近年この耐久レースの王者と言われますポルシェと国内、失礼、国産エンジンのですね、はい、マシンとすごく力が均衡しているわけなんですけども、ね、結果的にはいつもポルシェという形になってしまいますので、はい、ここで一矢を報えるチャンスだと思いますけどね。おっと、これはパーソンズカーナンバー8、そうですね、R86V ですが、なんか先ほど序盤からも本当になんかトラブル続きのようですね。まあ、序盤でこれだけ何回もピットインしているようですから、はい、ちょっと上位入賞は望めないでしょうね。おっと、これは会長に走っていったアドバンアルファなんですが、どうしたんでしょうか。あ、トラブルでしょうかね。そうですね、いや、これはちょっと番狂わせ的な要望を提出しましたよね。2位争いを激烈に演じていたアドバンアルファなんですけれども、ここでかなり順位を下げたようです。ここで順位は、トップがカーナンバー23の星野選手、日産 R86V ニチラ、そして2番手にはトラストポルシェ が入ってます。3番手にそしてフロムエーポルシェが上がってきました。4番手には、日産の R86V アマダ、ドライバーは和田隆夫選手、 R86V が入っています。そして、アドバンアルファはかなり、そうですね、カナンバー1高橋選手、順位を落としているようです。まあ、一度ピットインするっていうことはものすごくタイムロスになるわけですから、はい、いや本当に今10位ぐらいまで落っこっちゃったんじゃないですかね。そうですね、2、30秒は少なくともかかっているようでしたからね。そうですね、かなり苦しい展開を強いられているアドバンアルファのカーナンバー1高橋選手です。今のピットインなんですけどもね、はい、ペナルティでピットインを強いられたみたいですね。そうですか、はい、ペナルティって言いますとどういったペナルティでしょうか。コース上で危険な区間がありますと木旗がコースが出されるわけなんですけども、はい、その区間は追い越し禁止なわけですね。そうですね、イエローフラッグの場合は追い越し禁止というルールですね。そうです、そこの区間でどうやら高橋邦美選手が他者を追い越してしまったらしいんですね、はい、それでペナルティとしてピットイン10カウント10秒のカウントを強いられたみたいですね。そうですか、これでだいぶアドバンアルファのチームは作戦的にもかなり動揺があると思うんですけども、一応ピットインという形でその時に給油も今済ませてましたよね、はい、ですから給油のタイミングもずれます。そうですね、ですから今後のですね、チームの作戦今どういうふうに対処しようかと選択前が過ぎじゃないかなと思います。おっと、これは試験のところで、スピンしていましたが無事にコースに復帰しましたね、
ここでカーナンバー32、日産 R86 ヤマダの和田選手がフロムエポルシェを捉えて3位に浮上しました。高橋さん、かなり和田選手の R86V 最初の順位を落としていたようですけれどもね。そうですね、あの他のトップグループのマシンが結構ハイペースで走ってました、はい。和田選手の組はですね、ペースをキープして順調に走ってたんですけども、結果的にはあの順位を下げてたわけですよね。ここでこれは予定通りのピットストップですね。そうですね、これでドライバー交代があるわけです。まあ、ドライバー交代と、タイヤのチェック、はい、そしてガソリン補給、もしトラブルがあればそれに対処しなきゃならないですよね。やはりピットストップのスピードっていうのもレースに影響するんでしょうね。もちろんこのピットストップのですね、ピットクルーの作業も量を争う作業ですよね。これ続々とピットストップしてますね、各社。大体トップグループのピットインの間隔っていうのは同じですから、はい、ちょうど今がピットの大忙しという時間ですね。ファーストドライバーの星野選手もピットクルーのお手伝いをしてフロントグラスを拭いていますが、ピット作業はですね、ピットクルー4人しかできないんですね。ですから、はい、窓機なんかの作業はですね、ドライバーが行わなきゃならないという形になるわけですね。なるべくピットの時間を稼ぐためにということですね。そうですね、これで高橋さん、トップグループはみんなピットにしたわけですね。そうですね、大体5位ぐらいまでですか、はい、走ったトップグループは全員ピットインをしましたですね。それではここで、今ドライバー交代をしたばかりの日産アマダの和田隆夫選手にお話を伺ってみましょう。ピットのチャッピーどうぞ。はい、こちらピットです。ただいま35周走り終わったところで、和田選手が長谷美選手とちょっとドライバーチェンジをしたんで、ちょっとお話を伺ってみたいと思うんですけれども、どうですか今走ってみた感じで。そうですね、ちょっとコースがね荒れてますんで、全体にペースも落ちてると思うんですけど、なんかもうリタイアの車も結構出てますからね、はい。今ポジション3ですか。まあ、このぐらいペースでいけばね、あの表彰台間違いないと思います。場合によっては優勝のチャンスも十分ありますので、はい。うん、なかなか和田選手余裕と自信がありそうですね。そうですね、やはりあの序盤戦ちょっと遅れたというふうに見えましたけども、プログラム通りの走りだったということですね。そうですね、なおも続々と各社ピットインしておりますが、コースの方もかなり荒れてるという話だったんですけどね。まあ、荒れてるっていうのはオイルが出たりですね、はい、ゴミが出たり砂がですね出て滑りやすくなってるっていうこと。おっと、これは火災を起こしてますね。カーナンバー3トヨタワープゾーン8号 C、 まあ、給油の際にですねこぼれたガソリンが加熱したターボチャージにかかって、はい、こういうふうに発火してしまうってことがありますね。そうですね、このままリタイアなんていうことにならなければいいですけどね。はい、そして、上位各社がピットインしている間に、ミノルタトムス 86C が、まだピット作業を行っていないためにトップに立っております。高橋さん、本当に順位の方がわからなくなってましたね。そうですね、耐久レースの場合にはですねピットインがありますからね、かなり順位は変動します。さあ、中盤の展開どうなるでしょうか。中盤に差し掛かったところで、トップはカーナンバー1アドバンアルファ96に、2番手にカーナンバー23日産 R86V ニチラ、3番手にカーナンバー7トラストポルシェ956、4番手にカーナンバー32日産 R86V アマル、5番手にはカーナンバー27フロムエポルシェ956と続いています。これは高橋さん、マツダのピットですね。そうですね、このマツダのチームはですね、海外の実績からもう完全にプログラムされたレース運びを展開してますね、はい。ですからこの170番と171番ですね、はい、このように同時にピットにするというプログラムされたレース展開になるわけです。まあ、上位を言っているあの大排気量大馬力のマシンと比べてちょっとまあ排気量的にも馬力的にも落ちるんですけれども、トータルなバランスというのは非常にいいマシンですね。そう言えるでしょうね。あのこのポルシェやですね、日産トヨタの車って600馬力以上の出力を誇っているわけですけれども、マツダの車が450馬力ですか、
200馬力ぐらいの差があるわけなんですけども、レースの勝敗を決定するのはその馬力だけじゃなくてマシン全体のトータルバランスですから、かなり完成度の高い、車に仕上がってますよね。やはりルマンの経験が生きているということですね。そうですね、それでは今ピットに戻ったばかりの寺田選手にコース状態などについて聞いてみましょう。チャッピーよろしく。はい、こちらピートです。今寺田さんがチェンジしたんですけれども、どうですか？コースものすごいオイルが出てるんですよね。それでもオイルまともにかぶっちゃってね、またちょっと遅れたんですけども、もう大丈夫ですよ。車調子悪くないですから、はい、わかりました。ということです。高橋さん、マツダチームなかなか予定通りという感じで余裕がありますね。そうですね、寺田さんの表情にも明るさがあると思います。さて、それではここで今行われている全日本富士500キロレースをさらに盛り上げるために行われたサポートレースをご紹介いたしましょう。まず最初は明日の F3F2 レーサーを目指す新人たちの登竜門、マツダファミリアレース。今人気のワンメイクレース、つまり勝敗はドライバーの腕次第。町の人気者のツーボックスカーファミリアを買ってビギナーたちが熱く走ります。最近では女性ドライバーの進出が目覚ましく、上位入賞を男性に混じって争っています。うかうか男性陣がしていると表彰台を乗っ取られそうなほどの勢い。出走台数は26台、1周 4.441km の富士スピードウェイを10周、平均時速は130キロ近くです。フレッシュマンたちのレースとはいえ迫力の高レースが展開されました。そしてレースは、高橋さん、このワンメイクレースということですけれどもね。そうですね、ワンメイクレースというのは今ご覧の通りに同車種で行うレースなわけですね、はい、ですから個々の車の性能差というのはほとんどないと言って等しいんです。そうですね、ですから勝敗の分かれ道はそこのドライバーのテクニックだけということですね。やはり直線というよりはそれぞれのコーナーでどのように抜いていくかということになるんでしょうかね。そうですね、コーナーのテクニックもさることながらですね、はい、この直線なんですけれども、ね、トップを行く車よりもですね、後ろに行く車のが有利ということがあるわけですね、はい。それはですね、前の車を方向代わりにして、ストレートではパワーを温存して、はい、でコーナーの直前で、抜き去るというテクニック、はい、スリップストリーミングというテクニックがあるんですけども、はい、そのスリップストリーミングによってですね、エキストラパワーを生んでそれで抜き去るということですね、はい。今ご覧の通りに、一番前の車が風防代わりになっているわけですね。そうですね、ということで直線ではダメ状態になってしまうということですね。そうですね、はい、ここで、エキストラパワーを生かして抜き去るかどうかということですね、はい。各コーナーで本当に各社テールクルマズが激しい争いですね。そうですね、先ほども言ったようにこの車の性能差がない上にですね、各ドライバーは最終ラップまでどういう風にレース展開しようかということを考えていると思いますね、はい。そしていよいよゴールです。マツダファミリアレース結果はご覧の通りです。さて、次に行われたサポートレースはスポーツカーの代名詞ともいえるマツダサバンナ RX7 のワンメイクレース。チューニングこそ最小限に抑えられているものの、生まれながらにして持つサラブレッドのポテンシャルはさすがに強烈。またこのクラスは富士フレッシュマンレースの激戦区で毎回大量のエントリーで賑わっています。参加台数41台中出走は30台、140キロ近い平均時速で10周を一気に走り切ります。そしてレースの方は、おっと高橋さん、すごいスピンですね。あれですね、ちょっと序盤から荒れ気味のレースですね。やはりこれは先ほどのファミリアに比べて馬力も高いということで、はい、富士フレッシュマンレースのですね、最上クラスになるのでですね、はい、ロータリーのエンジンというのはですね、レシピを換算しますと2リッター、この サバンナアレクト君では2リッター以上になるわけですね、はい。ですからその大パワーの中でどのように戦うかということですね。そして車の重量は結構 RX7 の方が軽いですよね。そうですね、生まれながらにスポーティーな作りとなっていますから、その限界もファミリアよりも高い。だけどもその限界まで攻めてしまうと先ほどのようにですね、スピンということもあるわけですね。おっとこれやはり、かなり攻め込んでるっていうことですかね。やはりその限界が高い上にですね、はい、ドライバーたちも結構攻めてるってことでしょうね、は
はりこれもイコールコンディションということで、各コーナーテールとノーズの激しいバトルが繰り広げられています。少し、まあ、高橋さん、マシンの性能が上がっているということは、ドライバーのテクニックとしても、それを操る人間のテクニックも差ができやすいということですかね。やはりスピードが高いということで、コーナーでのですね、目の持っていき方であるとか、マシンのコントロールなどはより難しくなってくると思いますよ ね。 ですね。やはりトップ争いと候補集団とはかなり離れてしまいますかね。この2台が今トップを形成しているみたいですね。松戸サバンナ RX7 レース、結果はご覧の通りです。そしてサポートレース最後はマツダロータリーカップレース。筑波サーキットを中心に行われている RJ ロータリーシリーズと鈴鹿サーキットで行われている SJ スポーツカージュニア、この2つのカテゴリーによってここ富士スピードウェイで争われるのがロータリーカップレース。全車搭載のマツダ 12A 型ロータリーエンジンは、無改造ながらロータリーの特徴を生かして120馬力から170馬力にパワーアップ。コンパクトですが高出力パワーユニット搭載というミニモンスターは、コーナリングなどでは鋭い走りを見せてくれます。 F3 やさらに上級クラスにステップアップを狙う若手ドライバーにとってはまさに最高のレースでしょう。筑波育ち VS 鈴鹿育ちといった東西のドライバーが富士を舞台に展開する戦いは、その意味でも興味深いレースです。高橋さん、このロータリーカップなんですけれども、この車エンジンとしては先ほどの RX-7 と同じエンジンを積んでるわけですよね。そうですね、全く同じエンジンを積んでますけれども、このマシンの形状とかですね、はい、こう軽量さですね、トータルパフォーマンスはずっと上がってますね。はい、ちょっと聞いたところによりますと、まあ、先ほどの RX-7 とこの、まあ、レーシングシルエットのマシンとでは平均時速にして大体30キロ以上は違うそうですね。このストレートのスピードもさることながらですね、はい、コーナリングスピードが断然上がってるわけですね、はい、ですから平均スピードも上がるという結果になってます。はい、まあ、このレースは日本独自のカテゴリーで、先ほどのナレーションにあったようにですね、これから F3 などにステップアップというドライバーたちにとっては絶好 の、 ステップアップのカテゴリーとなってますよね。はい、一番レーシングカーらしいレースですね。そうですね、レーシングカーらしくて、それで参加しやすいレースだと思います。マツダロータリーカップレース、優勝はカーナンバー11藤川元蔵、2番手はカーナンバー7野上俊彦、3番手にはカーナンバー6藤枝照光となりました。マツダ賞50万円は藤川元蔵選手が獲得しました。さてメインレースの方は半分を折り返したところで、カーナンバー1アドバンアルファ 962C 高橋選手の運転するポルシェがぶっちぎりでトップを独走しています。それではここでリタイアした日産 R86V パーソンズの鈴木アグリ選手にお話を伺いましょう。チャッピーよろしく。はい、こちらピッタです。カーナンバー8番の、アグリ選手なんですけれども、22周目でスローダウン、ピットインリタイアということなんですけれども、原因は、まあ22周目じゃなくて4周目か5周目に1回入って、それからずっとトラブルだったんだけど、ブレーキがね、効かなくなっちゃって、で前半戦すぐブレーキダメになっちゃって、で何回もピットイン繰り返してる状態になっちゃったんですよ。大変残念なことに、鈴木アグリ選手、パーソンズの日産 R86V はリタイアしてしまったんですけれどもね、高橋さん。そうですね、前半戦からですね、ブレーキトラブルということで入って、はい、1回は左リアのですね、ブレーキキャリパー全部を交換したようなんですよね、はい、だけどもそれが改善されないで、そのままブレーキトラブルが続いたということで、はい、レースの方は危険であるという判断で、リタイアしてみたいですね。おっと、最終コーナーの立ち上がりでカーナンバー35ミノリタトムスの 86C ですね、スピンしてクラッシュですね、はい、6位を走っていたんですが大変残念ですね。ドライバーおりましたですね、小川選手ですね、
や中盤へ来てこれからというところで大変残念なリタイアです。やはり何のドライバーも言ったようにコースが荒れてると、はい、少しラインを外れただけでですね、オイルに乗ってしまってコースアウトっていう危険性もありますね、はい、多分そういうようなことが原因して今のコースアウトスピンクラッシュっていうことも起きたんじゃないかなと思いますけども、これからまあ周回を重ねるごとにますますコース状態っていうのは悪くなっていくわけですよね。なりますね。ドライバーとしてもその走るラインをですね、選んで走らなきゃならないですね、はい。現在の順位はトップにカーナンバー1アドバンアルファ962、 2番手にはカーナンバー7トラストポルシェがカーナンバー23日産 R86V ニチラを抜いて上がっています。そしてカーナンバー23のニチラはちょっとペースダウンして順位がどんどん下がっていくような感じですね。4番手にはカーナンバー32日産 R86V ヤマダ、そして5番手にはカーナンバー27フロンメアポリシェと続いています。高橋さん、ちょっとニチラの車がペースダウンしているようですね。そうですね、何かちょっとトラブルが起きてるんでしょうかね。まあ、考えられるところでは、まあ、トラブルがなんか起きてそれを一生懸命ドライバーが補って走ってるっていうような感じですね。そうですね、秒数にしましてだいたいトップ集団とは4秒から5秒ぐらい開いているようですね。完全にもっともっとこの周回重ねるごとに開いてきちゃうみたいですね、はい、特にコーナーの立ち上がりでなんか苦しそうですね、はい、ということはミッション系のトラブルということが考えられるんでしょうかね。そうでしょうね。大変残念なんですが、ちょっとカーナンバー23日産 R86V のニチラにトラブルが発生しているようです。おっと、この白煙を上げているのは何でしょうか。あ、右のリアが完全にバーストしてますね。カーナンバー34キャラ LM06C ですね。そしてここでカーナンバー1アドバンアルファが来てるんですね。高橋さん、これはガソリン補給のための来てるんですね、はい。65周目に入りましてトラストポルシェカーナンバー7がトップに立ちました。現在トップはカーナンバー7トラストポルシェ、ドライバーは鈴木圭一選手です。それではドライバー交代をした高橋国光選手にインタビューしてみましょう。それではチャッピーよろしく。はい、こちらピットです。ただいまトップでね、ピットイン、それからドライバーチェンジを行った国光選手なんですけれども、なんかの途中でイエローフラッグがあったそうなんですけれども。そうです、恥ずかしいけれども違反してしまったらしいですね。というのは全般やはり車は競り合ってますんで、たくさん、まあ、大きい車ですから、多分見えなかったんじゃないかなという感じもしたんで、スピード差がありますね、遅い車とちょっと派手なもんで、まあ、それで違反したと思うんですけどね。まあでもイエローフラッグ違反は違反ですからしょうがないですね、うん。今の調子の方はどうですか。まあ、トップなんですけれども、ですからそのペナルティからこれはちょっと違反なということで真剣になって本当に怒り狂って走ったっていう感じでね、まあ、順調に、まあ、車も今 100% じゃないですけどね、コンピューターがちょっと具合悪いみたいなんで、まあ、でも、まあ、なんとか、はい、ということです。ペナルティについて語っていただきましたけれどもね、高橋国光選手、高橋さん、まあ、大ベテラン高橋国光選手といえどもですね、やはりミスがあるということなんですね、はい。まあ、見えなかったということですけども、やっぱり違反は違反ということで、ね、ペナルティーを真正面から受けたわけですね。まあ、ちょっと気になったんですけれども、コンピューターがまだ本調子じゃないということですね。あ、何か言ってましたですね、はい、コンピューターというのはですね、エンジンの制御を全て司っている部分なんですね。ですから燃費に関してもそのコンピューターが計算して、燃料を供給しているわけですから、はい、ちょっと後半でどういう影響が出るかということですね。そうですね。その辺のマシンの状態、そしてピットクルーとの連携などもかなりこれからのレースに関係するでしょう、はい。高橋さん、この耐久レースの最大の目的といえばやっぱり完走することですよね。そうですね、完走なければ勝利もありませんからね。そうですね、ここにちょっと、5戦までのですね、データがあるんですけれども、完走率のデータ、上昇ポルシェが実に 80%、まあ、高いですね。高いですね、はい。そして日本車勢ではなんとマツダが他を大きくリードして 86% という驚異的な数字を残しているんですね。まあ、
90% 近いということはまさに本当に脅威ですよね。はい、はい、これやはり今ドライバーも含めたトータルなポテンシャルが高いっていうことですよね。それをサポートするチームのですね、対戦も素晴らしいってことじゃないでしょうか。はい、そしてまあ、マツダはまあその高いポテンシャルを持っているにもかかわらずノンターボのエンジンなんですね。そうですね、先ほどの馬力のですね、はい、格差があると言いましたけども、他社はターボエンジンによって馬力をアップしているわけですね、はい、だけどもそのターボゆえにですね、そのターボの下級圧によって燃費がですね、大きく左右されるわけですよ、はい、ですからその逆にマツダはですね、コンスタントにエンジンにガソリンを供給できる、はい、燃費がですね、すごく安定しているということは言えますね、はい、このレース展開を見てましても上位グループがだんだん後半になってペースをダウンしているのに比べて、マツダのチームはもうほとんど前半と変わらないペースでずっと走り続けてますね。そうですね、燃費が安定していることを示してますよね、はい、これはヨリノ選手がスピンですね。しかしもう1台のマツダ757、これは寺田選手のドライブする車ですが、快調に走ってるようですね。どんどん上がってるんじゃないですか、はい、かなり上位に進出してきているようです。さてそのマツダ、8月17日から23日にかけてアメリカユタ州のソルトレイクで開催されたボンネビルスピードウィークで、サバンナ RX7 が 383.724km の最高速度を記録し、 CGT クラスで世界新記録を樹立した。なおこれまでの記録は1981年にイタリアのデトマソ・パンテーラが達成した 323.812km だった。高橋さん、RX7 がパンテーラの記録を60キロ近くもオーバーしたというすごい記録ですね。一気に60キロってのはすごいですよね、はい、まあ、この CGT クラスですけれども、エンジンの改造範囲は随分自由なんですけれども、この空力的なですね、ボディの改造はほとんどできないんですね。ですからこの RX7 のですね、エーロダイナミクスをはじめとするスポーツカーとしての基本性能が優れていたこと、だからこそそのロータリーエンジンの持つポテンシャルを遺憾なく発揮できたからこそ自立できた記録だと言えると思うんですよね。 383.724km、 当分破られない世界記録でしょう。そしてもちろんマツダは今日のレースにもロータリーエンジンで臨んでいます。それでは前日お伺いしたマツダの大橋監督のインタビューをどうぞ。それではここでこちらにいらっしゃいます大橋監督に、こちらにありますね、マツダの757についてお話を伺ってみたいと思います。この757はアメリカのウルサーカテゴリーに属する車で、世界選手権の耐久レースや明日の選手権レースのようなレースに参加できる4つのカテゴリーのうちの1つでございます。C1 ルールとほぼ同じレギュレーションでございますが、違うところは馬力に応じて重量が設定されています。この車は450馬力ですので800キロでございます。他の C1 カーは850キロで、この車のとの重量差は50キロでございます。そのため、この車をですね、高次元のテクノロジーと新しい材質を採用することによって800キロに作り上げてございます。エンジンは3ローター型のロータリーエンジンで、効率的で経済性のある耐久性のあるエンジンでございます。全参加者のうち C1 クラスは全車がターボエンジンを採用しておりますが、この車はノンターボエンジンでございます。私ども耐久レース長距離のためにこの車を開発いたしましたので、明日のような500キロレースでは若干不利ではございますが、その効率のいいエンジンと軽いシャーシーでですね、明日は精一杯上位の車を追い回したいなとそう思っております。大橋監督のお話にもあったように、かなり苦心して作ったマシンですね。そうですね、先ほども言われたように、軽いということでコーナリングのスピードなどをですね、はい、高めて確かに対抗するというところが作戦の一つじゃないかなと思いますね、はい、現在の順位はトップにカーナンバー1アドバンアルファ、そして2番手にはカーナンバー7トラストポルシェ、3番手にはカーナンバー23日産 R86V ニチラ、4番手にはカーナンバー27クロームエーポルシェ、そして5番手にはカーナンバー32日産 R86V アマト、
1位と2位、そして2位と3位の間がかなり空いていますが、おっとこれはカーナンバー23、日田の星野選手ですね。一度スローダウンしてまたスピードアップしてますけれども、はい、何でしょうね、トラブルですね。やはり先ほどだんだんと、ラップタイムが落ちてきていましたので、やはりその辺のトラブルでしょうかね。もうピットロード入りましたね、はい、先ほど交代、星野選手と交代した、はい、中本選手がですね、はい、なんかミッションのトラブルを訴えたみたいなんですけども、はい、そして今アドバンポルシェが、これは3回目のピットですね。そうですね、一度ペナルティで1回ピットして、その時に給油してます、はい、そのですね、あまりの給油をですね、はい、今行っているわけですね。そしてかなり早いピット作業でコースへ戻ります。これでまだ、2番手のカーナンバー7トラストポルシェとの順位の交代はありませんね。まだキープしてますですね。だいたい1分ぐらいのリードですか。カナンバー1、アドバンアルファポルシェ、1位を快調に飛ばしています。そして車を降りました星野選手ですが、どうでしょうか高橋さん。完全にリタイアみたいですね。隣に星野選手の隣に西松コースの南田監督もいましたけれども、はい、配色の色が強いですね。せっかく3番手につけていた日産 R86V ニチラなんですけれどもね、ポルシェの一角を崩せるかと思っていましたが、やはり今回もならずというところですね。星野選手のリタイアによって順位がカーナンバー27ヒロミポルシェが3位、32の R86V 山田が4位と上がりました。高橋さんどうですか。いや、やはりポルシェ大国産で今年、今回もですね、ちょっと難しくなりましたですね。おっと、4位まで上がってきた天田ですが、トラブルでヘアピン立ち上がりの大疲労に入ってしまいましたですね。はい、そうですね。どうしたんでしょうね。何のトラブルでしょうかね。ああ、もう和田選手は降りちゃいましたですね。完全にリタイアですね。さあ、これで上位3台はポルシェ勢ががっちりと固めました。1位にはアドバンアルファ、2位にはカーナンバー7のトラストポルシェ。高橋さん、この2台はかなりハイペースで行ってるんですか。何かですね、1番のアドバンポルシェですけども、はい、ラップタイムは28秒、1分28秒ですから。あ、そうですか。ちょっとペースが落ちましたですね。22、23秒台でしたよね。そうですね。それに対して2番手のトラストポルシェっていうのは21秒台から23秒台、はい、そのペースで走ってますから、この分でいきますと、もしやっていう可能性もあるかもしれませんね。全日本富士500キロレースもトップはすでに110周、488.5 キロを走り抜き、いよいよ111周目、残すところわずかに3周となった。ここに来て2番手のカーナンバー7遺跡ポルシェがトップのカーナンバー1アドバンアルファポルシェをぐんぐんと猛追。ましたね。やはりトップのアドバンがペースダウンしてますですね、先ほどピットからですねペースアップの指示が出てますけども、どうなることやら本当に2者の間が縮まってます。コーナリングスピードも全然違いますね。立ち上がりなどとってもこの1番のアドバンポルシェはですね、はい、苦しそうですよね。そうですね。2位につけるカーナンバー7のトラストポルシェ、ぐんぐんとトップを追いかけます。もうコーナーではですね、見えないかもしれませんが、直線に入れば、はい、このトラストポルシェからですね、トップのアドバンアルファポルシェですね、これが黙認できると思うんですね。目で確認できると思うんですよね。ですからもう嫌顔でも7番のバンスパン選手ですね、追い越してやろうという勢いでどんどん迫っていると思いますね。前半は確実にその差を広げていった周回遅れの車にも抜かれてしまいますね。明らかにやはりペースダウンですね。そうですね。カーナンバー7のトラストポルシェは快調にトップを追いかけますが、さあカーナンバー1のアドバンアルファポルシェ、逃げ切ることができるでしょうか。
ですね。まあ、あとはですね、ドライブしてるドライバーに委ねるしかないわけですけども、はい、もう本当に最後まで、頑張ってくれっていう心情だと思いますね。さあ、スペインをクリアして、ああ、やっぱりダメですね。そうですね。立ち上がっていけないですね。すぐ後ろに2番手のトラストポルシェがつけてきました。立ち上がって抜かれますね。そうですね、直線抜かれました。しかしこのスピードは異常ですね。カナンバー1トップだったアスマールスターポルシェ、全然スピード乗ってませんよ。やはり小林真美選手がですね、交代した時にコメントしたようにコンピューターの調子がおかしいということで、はい、有効に、燃料を使い切れなかったわけですね。もうこうなっては不可欠状態ですね。そうですね、本当にあともうこれで、トップのカーナンバー7トラストポルシェは最終ラップなわけですからね。この分でいくと最終ラップを回りきれるかっていうのも心配になってきました ね。トップを快調に走りますカーナンバー7のトラストポルシェ、これでトップは間違いないでしょうが、果たして、今2番手につけているこのカーナンバー1アドバンアルファポルシェ、最終ラップを回りきることができるかどうか。高橋さん、最後の最後、本当に最終ラップに来て大変なことになりましたね。そうですね、最後にドラマが用意されてたという感じですね。はい、まあ、これで一周回りきれないでチェックが受けられなかった場合にはですね、完走とは見なされませんからね。はい、全くこれまでの走りが台無しになってしまうんですよね。リタイア扱いになってしまうということです。そうですね、はい、しかしそれにしても最終土壇場に来てガソリンがなくなってしまったカナンバー1番アドバンアルファ、そしてカナンバー7番遺跡ポルシェはチェッカーを受けます。最終ラップでの大逆転劇、優勝はカナンバー7トラストポルシェです。さあ高橋さん、アドバンアルファ最終ラップゴールまで戻ってこれるでしょうかね。まあ、どこまで行けるんでしょうけどね。まあ、それを知ってるのはそのガソリンタンクにいくらガソリンが残ってくるかっていうことですよね。この排気音も息も絶えないっていう感じですが、ここはなんとか最終コーナー登り切りましたね。あとは平らですから、惰性でもなんとか行けるんじゃないかな。そして寺田選手のドライブスルーマツダ757ゼッケンカーナンバー170、この車が日本勢としては最高位ですね。高橋さん、まあ、かなりいい成績で、結果を受けたと思われますね。はい、いや最後の最後に来て大変なことになりました。あ、今アドバンアルファが完全にエンジン止まったみたいですね。はい、それで今テルモーターを使ってコントロールラインに近づいているようです。はい、今コントロールライン切りました。観客からはその力走に対して盛大な拍手が送られています。全日本耐久選手権シリーズ第6戦富士500キロレースは最終ラップでの奇跡的な逆転劇によってその幕を閉じた。それでは早速優勝チームのバンシュパン鈴木圭一組に喜びの声を、そして惜しくも2位となったものの最後の最後まで諦めず力走を見せてくれた高橋国光健二の2人に、日本勢の中でトップになったマツダチームに話を聞いてみましょう。You're very happy. おめでとうございます。最終ラップでね、ファイナルラップで、もう劇的にここのストレートで、もう2位から、トップに立ったんですけれども。ね、僕らもアドバンス早かったから、はい、でもあのペースじゃ多分燃費持たないなって分かってたからね。でも本当に持っちゃうのかなっていうのが心配だったね。でも良かったです。おめでとうございます。ありがとうございます。入賞おめでとうございます。ファイナルラップでね、それまでトップ走ってらして、こちらのストレートの方で抜かれちゃったんですけども、で、ヘアピンのところで一旦止まって、それからまた再スタートを切ったわけなんですけれども、あれはどうして。僕はちょっとガソリン使いすぎたというか、そういうことでもうちょっと規制がありましてね、だからちょっと足んなかったという感じで、だから高橋健二選手がもうすごい頑張りましたよね。でもとにかくおめでとうございました。どうもありがとうございます。健二選手にも一言お願いしたいんですけども。
そうですね、もうガスがなくなって、帰ってこられないと思ったんだけどね、あのリザーブタンクのスイッチをもう一回戻したらね、エンジンかかって、最終コーナー、まあ、上がれたんですけど、あと 100m ぐらいのところでも切れちゃって、でギアを3速に入れてずっとセル回しながら帰ってきたわけですけど、とにかくおめでとうございました。あ、トレード選手おめでとうございます、4位入賞ということなんですけれども、もうあの最初よりか今最後の方がペースが速いからね、もう必死になって追い上げてたから、おめでとうございました。あのただいまね、こちらの方にあの大橋監督に来ていただいてるんですけれども、監督、最初はあの、まあ、7番ぐらいに、ね、入れればというお話だったんですが、なんと見事にあの4位入賞ということでね、国産勢ではあの一番いい成績を収めたわけなんですけれども、本当におめでとうございました。あのその勝因をお聞かせ願いたいんですけれども、あの特に勝因というのはないんですけども、はい、我々最初から最後まで同じペースで走ったんですけど、はい、まあ、速い車は先に飛ばしますけども、燃費とかタイヤの問題でだんだん遅くなってくるわけですね。ですからアベレージで、勝つことができたんじゃないかなと思いますけどね。本当におめでとうございました。ありがとうございました。高橋さん、今日の一戦を振り返っていかがでしょうか。そうですね、今日は3つのハイライトがあったと思うんですが、はい、レース序盤の日本勢のですね、速さ、はい、そして中盤からのポルシェの強さ、はい、そして最終的に日本勢のトップとなりました松田のアベレージ走行の重要性ですね、耐久レースにおけるアベレージ走行の重要性、その3つのポイントがハイライトだと思うんですよね、はい、しかし終わってみると上位3位がポルシェ、やはりポルシェの強さは偉大ですね、はい、これからももっともっと日本勢には頑張ってほしいですね。そうですね、やはり目標は打倒ポルシェでしょうね。今日は高橋さん、どうもありがとうございました。こちらこそ。